一番出入り口二番出入り口コンコースクイナ橋クイナ橋駅は、京都府京都市伏見区武田中島町にある京都市営地下鉄、カラスマ線の駅。道線が京都駅以南へ延伸する際、この区間に新設される駅で唯一駅名の公募が行われ、近くを流れる鴨川に架か,かるクイナ橋にちなんだ駅名となった。駅番号は、K14? 島式ホーム一面二線を有する地下駅。改札口は一箇所のみ。2019年度の1日平均の乗降人員は6021人である。各年度の1日平均乗車、乗降人員数は下表の通り。周辺には複数の商業施設がある。最寄りのバス停は武田久保町バス停である。AB 曽根悟る、週刊歴史で巡る。 鉄道全路線公営鉄道、私鉄4号京福電気鉄道、永山電鉄、佐賀の観光鉄道、京都市交通局、朝日新聞出版文冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2011年4月3日、22から23ページ。AB 京都市交通事業白書例は、元年度版53ページ京都市交通事業、 白書平成10年度版から33ページ京都市交通。事業白書平成11年度版29ページ京都市交通。事業白書平成12年度版から31ページ京都市交通。事業白書平成13年度版から31ページ京都市交通。事業白書平成14年度版から33ページ。 abcd 京都市交通事業白書平成19年度版 abcd 京都市交通事業白書平成23年度版 abcd 京都市交通事業白書平成27年度版66ページ京都市交通事業白書平成28年度版56ページ 京都市交通事業白書平成29年度番号16ページ、京都市交通事業白書平成30年度番号12ページ、京阪電気鉄道、深草駅と京都市営地下鉄、杭名橋駅に、龍国大学前の表示を設置、キャンパス周辺整備と、地域住民との交流スペース充実の一環で、龍国大学、 https://www.u-prescenter.jp-2016-07-post-35882.html2018 年7月8日閲覧ありがとうございます。